はい、そしてね、最近また来てくれます、あのよくね最近来てくれる留学にまたまたグローブ紹介のコーナーでも登場していただきました。お願いします。お願いします。ね、なんかカメラ出るとすっごい静かになるんだけどね、はい、普段俺に対してめちゃくちゃ高圧的なわけ、はい、まあね、本当にいいキャラしてるんでね、はい、じゃあね、グローブまた新しいの持ってきてくれたんで、はい、ちょっとそちらを見させていただければと思います。はい、まず1個目のグローブ、はい、こちらローリングスの HOH ですね。派手だね。カラーがレッドとホワイト、レッド、ブラック、そう、はみ出しと玉はみで、ヘリ側が金とで、ラベルも金と黒金、やばいねこれ。これさあ、ちょっとふわふわしてるね皮。ちなみにこれはどういう経緯で、まあ前のチームに入ってた時に、はいはいはい、まあ、自分はもうやめちゃったんですけど、うんうん、最後ら辺にもらって、うんうん、受け継いだって感じで。なるほどね。そう、もともとね連盟で一緒だったから、はい、チームも、まあ、もちろん知ってるんですけど、そう、仲のいいチーム、それと、まあ、受け継ぐって、グローブを受け継ぐっていうのがねすごいことではある。気になるなぁ、つかさん、これ使った感覚どうですか。使った感覚は小指2本使用、小指2本使用で使ってると結構取りやすくて、うん、はい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 、ポケットも深くなって、はいはいはい、結構使いやすくていいなと。そうね、ちょっと土手狭めでちょっと V の字になってるかなって感じするよね、肩が。ちょっと直した、ちょっと、まあ、ほんのちょっとぐらい、ほんとちょっと、おー、まあじゃあ基本的にはもう本来の肩でやってるような、まあね、こうやって見ても分かる通りポケットは深いもんね、はい、確かに小指2本でポケット深くてちょっと V の字になってたら、まあ確かに小指2本で使った方が取りやすい感は出てくるからね。これお手入れ大変だぞ、白ついてるから。いや結構楽しいんで大丈夫です、お手入れ、はい、いやいいね、革製品好き、大好きです。おー、オッケーオッケーオッケー。軽いね、ローリングスでしょ、あと、はい、そんなに重い感じがせず、なんかアメリカのメーカーってどちらかというとちょっと重めな雰囲気があったりとかもするんですけど、そんなのは一切感じず、さすがそこはね、あの HOH、まあ、ローリングスジャパンなのかなと言ったようなところですね。で、マークが1、2、3、で、ラベルで4か、やばいね。ここもまた別ね、刺繍が入ってるので、刺繍の量、ワッペンっていうのかな、これはマークとか刺繍の量っていうのはめちゃくちゃあるので、これをここでアメリカンチックでおしゃれだなと思いますね。ありがとうございます。じゃあね、次のグローブを、これはね、やばいよね、これもう会った瞬間今日ちょっと紹介させてもらいたいなと思っちゃったけどです。はい、こちら、やばい、これは水のプロの投手用です。はい、キャメル系だよね。はい、水野だとなんて言うんだっけ、水野だとブロンド、ああ、そうだそうだそうだ、はい、ブロンドで裏側がレッド、はい、あ、オレンジだ、ほんとだ、レッドオレンジ、オレンジ、オレンジか、俺の叫びと一緒の色だ多分。そうです、うん、で、親指ラベルのこれは 5DNA テクノロジー、そうです、ってことは、あ、でもここにある、あるわ、一応ある、うん、はいはいはい、これさ、公式、軟式、軟式です、軟式で、新品で買った、新品で、どっからそんな金湧いてくるんだ。これさ、ウェブもさ、これ誰か使ってなかった、使ってないか、まあ、探せば多分いるだろうけどね、プロ野球選手。ちょっと大きめなのかな、見たのが普通が分かんないですよ。でも、前紹介させてもらった前剣選手モデルよりかはちょっと小さい、ちっちゃい、ほんのちょっと小さいかなぐらい、ちっちゃく感じます。あ、まあ、俺がいつもちっちゃいピッチャーを使ってるからかもしれないけど、これでもまあちょっと大きめには感じる。ただ、肩的には前剣選手モデルとちょっと片付け、ウェブ残しじゃん、あれ、あ、あれはウェブ残しじゃないんだっけ、あれは確かね、マイケル選手モデルウェブ残しだった気がするんだよね。っていう点ではそっち系統なのかなっていう。ただこれは横だよね、一応、一応最初の方が横になって、うん、ここにね曲がってるから、はい、切り込みあるから、で今回は縦にしようとして、だけどめっちゃ縦にするってなると、うんうん、やっぱ最初の横型が崩れちゃうので、はいはいはい、横も使いながらちょっと縦、まあ、中間地点でっていうような、はい、中間地点で、まあ、どっちでも使えるかなっていうような片付けってことですね、はい、これさ、水のプロのさ、しっとり感って軟式用でもやっぱえげつないね、えげつないです。え、ちなみにこれはいくらなんだ。35,000円。ああ、じゃあケチャミットと一緒か。あ、限定品じゃないの、一応限定だよね。一応限定で、オーダーでもそのウェブがなくて、うんうん、まあ、本当に残り1個の状態で Amazon の方で購入したんですけど。なるほどなるほど、これはね、持ってたら映えるわ。
今日みたいに天気いい日とかだったらね、めちゃくちゃいい味出すよね、はい、今年からチームね変わるのも聞いて、はい、すごいレベルの高いチームに行くので、まあ、そちらのチームでこのグローブ使ってバシバシ投げ込んでほしいなと。で、まあ来れる時はショーヘイズ来てね、はい、今まで紹介してくれたピッチャー用のグローブとか使って、まあ、またバッテリー組めたらなというのがあるので、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日は、翔平ズ紅白戦後の、グローブ紹介の方させていただきました。2人ともね、本当にいいグローブ、持っていてまたまた、紹介してもらったので、ぜひね皆さんコメントでこのグローブかっこいいとかっていうのを言ってもらえれば、嬉しいです。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、OK それではあっしゃー、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。視聴平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Keep it up.